妙武谷力信は、北海道和漢軍阿寒宮阿館町出身の元、大相撲力士。本名は、妙武谷清志。1937年4月29日に、北海道和漢軍阿寒宮阿館町で、開拓農家を営む家に産卵として生まれる。彫りの深い顔立ちと毛深い筋骨隆々とした、体育から、当時当地に数多く残っていた、アイヌの血を引くと考えられている。 小学6年生で、すでに身長が176センチメートルに達しており、さらに力が強かったことで両親から家業を手伝わされたが、清少年は家業を手伝うのが大嫌いで、その代わりに次第に力士を志し始めるようになった。1953年のある日に、羽黒さん、聖事、吉羽山淳之助一行が地元へ巡業に来た際に、 吉羽山と親しかった郷里の元三段目力士と共に宿舎を訪問し、ちゃんこをご馳走になったことで喜んで実家へ戻り、両親に報告して入門を打ち明けた。しかし両親からは大反対されたことで対立したが、通っていたおす別中学校の校長が絶対に大物になるから3年以内に昇進できなかったら身の振り方を善処すると両親を説得し、高島部屋へ、 入門、1954年3月場所で初土俵を踏んだ。高島部屋へ入門してからしばらく経ったある日、吉羽山が現役中に設立した吉羽山道場を移籍した。中学の校長が両親に約束した初土俵から3年という約束の期限に達した1957年3月場所後に両親が吉羽山道場へ訪れて帰京を命じるも、 師匠の吉羽山が横綱になった私も関取昇進を決めるまで4年かかりましたから。と説得して1年の猶予を両親に求め、これにより続投を許された。11月場所で新十両昇進を果たし、1959年7月場所で新入幕を果たした。この場所は7勝8敗と負け越し、1場所で陥落したものの、3度目の入幕後は幕内に、 定着した。気の弱さから取り組み、稽古などへの積極性に欠けていたが、周囲からの忠告を受け、さらに部屋頭としての責任も感じるようになってからは、自分にも、若い者にも厳しくなった。調子を活かして、左四つからの釣り上手投げで人気を博した。腰が高いので立ち合いは遅かったが、師匠からは早く立つことよりも右上手を取ることだけを、 研究しろと指導された。さらに、上位力士に強く、1961年9月場所では、場所後に横綱い昇進する大砲後期と柏戸強史との両大関と優勝決定とも衛戦を行い、幕内最高優勝こそ果たせなかったものの、関東賞を受賞する活躍を見せた。三役。 三勝受賞の常連として大関昇進を期待されたが、ちょうどその頃は、同系統に3役以上に番付を得る力士が自身、以外にいなかったため、系統別総当たり制の下で、不利に立たされ、柏戸に対して優勝決定戦を含む19戦全敗と全く、歯が立たなかったり、昇進を目前とした1965年、3月場所の初日と2日目を連続して、 勇み足で落として失速するなど結局昇進の夢は叶わなかった。それでも筋肉質な長身と彫りの深い顔は外国人女性に人気があった。1967年頃までは右上でを取ると力が出たがそれ以降はがっぷり四つになっても強くなくなり外けを食らって破れることが増えた。1968年1月場所では 初土俵から1000回連続出場の記録を達成したことで教会から特別表彰を受けた。1969年11月場所を最後に現役を引退して年寄り中村を襲名、宮城野部屋の部屋付き親方として後進の指導に当たったほか勝負審判も務めた。しかし妻の影響でキリスト教系のエホバの証人に入信して以降は格闘技は 聖書の教えに反するとして、親方業との両立が困難となり、1977年1月場所を最後に廃業した。現在は、千葉県船橋市にある村田工業所に就職後、さらにビル清掃業、日本美装を役員として共同経営しながら、布教活動を行っている。幕内の優勝決定戦に出場経験のある力士の中で引退までに、 幕内最高優勝を一度も果たせなかった力士は13人いるが、このうち決定戦に複数回出場した経験を持つのは、妙武谷と総歯黒の二人のみである。大砲への国民栄誉賞授与が検討されていた2013年2月、当時、巨人、大砲、卵焼きの流行語が生まれた1960年代に、少年時代を過ごした安倍晋三は、 個人的な感情として、卵焼きは好きだったが、巨人も大砲もアンチだった。大砲キラーと言われた関脇、妙武には背が高く細くて、私も痩せっぽっちの子供だったので応援していたと、10回した一方で、アンチでも大砲は気になる。大砲との取り組みを手に汗を握って応援していたと、明かした。11度もの解明歴の中で、 必要用を名乗っていた時期を除いた重度はすべて本名と同じ読みで、その重度の解明歴でも、妙武谷、または妙武谷と一文字違いに過ぎない。解明歴の大半が本名に準ずるという意味では、本名力士の一つの資料になるうると考えられる。また、十一度もの解明は、星岩という字を上回るが、妙武谷の場合は、上記で述べた。 基地溶用以外はすべて下の名前、または本名から、廟部谷と一文字変更した程度で、このことから一般には、廟部谷の解明歴は、幕内経験者の最多解明記録として認められていない。2013年現在でも、最多解明記録は、星岩という字の9度である。ありがとうございます。